残りは3試合になりました。極端な不調に陥らなければリーグ優勝は間違いないでしょう。試合開始です。ロダレガ、スボティッチ、ノチェリーノ、競り合いになりました。アンドリュース、ここでためを作ります。スローインでのリスタートとなります。ノチェリーノ、ヘッドでパス、素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。味方はいるか、ボールがこぼれました。 PK が指示されています。冷静に決めました。キッカーにはプレッシャーがかかる場面でしたが、彼は見事に決めてみせました。別の角度からご覧ください。ゲーム開始から13分、ゴールが生まれています。スボティッチ、ノチェリーノ、ケリー、ドダレガ、サイドをえぐって中を見る、軽々と相手をかわしていきます。とても面白い選手。ラインハルト、ジョーンズ、ゴールキックになります。先ほど決めた PK のシーンを別の角度からご覧ください。ケリー、中盤でボールをカットしました。ハムシク、ノチェリーノ、アンドリュース、しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。攻守の切り替えが大事です。
アンドリュース、ボールをカット、ポジション取りがうまかったですね。サイドへ合わせてくるか、ボールを持って中に入る、どうだ、止めた、ボールが転がる、コーナーです。同点のチャンスが生まれました。ジョーンズ、ノチェリーノ、ここは2人で回します。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。ファインセーブ、これを止めますか。これが決まれば追いついてました。はい、同点が頭をよぎって硬くなったのかもしれませんね。ジョーンズ、ボールの激しい奪い合いです。アンドリュース、パスを2人で交換します。ケリー、タッチライン際でボールをカット、横に振ります。チェリーノ、ここはキーパーに任せます。しっかりと声が出てますね。前半終了です。スコアは2対0。非常にいい内容で後半を迎えます。前半終了間際、アウェーチームに追加点です。この時間に追いつきたかったんですが、逆にやられちゃいましたね。後半の45分始まります。つまらないミスでボールを失いました。中に人は、これはディフェンスが勝った。ダイレクト、難しいシュートでしたが枠を外れます。ゴールシーンのリプレイをどうぞ。
ここで奪い返します。危なかったですね。決まるか。ボレー、狙っていった。ディフェンスがシュートをブロック。クロスを出した。このプレーはホイッスルが鳴ります。カードがありますか。出てしまっているということでしょうか。クロスを入れたい。軽々と相手をかわしていきます。まだあります。うまくクリアしました。アンドリュース、ノチェリーノ、ラインハルト、ケリー、ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。ロダレガ、ケリー、スボティッチ、ルーニー、フィールドの中盤でボールを奪いました。ジョーンズ、ボールは当たって外に出たようです。ドダレガ、ボールの激しい奪い合いです。これはゴール前に入ってきた。これはキーパーのボールです。これで一回落ち着きたいですね。ボールは戻されます。ジョーンズ、広げます。もう止められません。これはもっと入りそうですよ。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。この展開は予想できませんでした。ノチェリーノ、ジョーンズ、ドダレガ、ケリー、素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。打った。
ジョーンズ、ラインハルト、今日は彼の誕生日です。シュートを打つか、ヘッドで狙いましたがこれは浮いてしまいました。まあ当てるのがやっとでした。難しい状況でしたよ。合わせてくるか、このまだまだです。決めに来た、キーパー反応した、ボールを弾く、味方もうまく使いたい。ルーニー、決まるか、キーパーが触りましたが入った。このゴールで間違いなく勝利。